まあ、みたいな応用例が考えられますね。はい、というわけで初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャー大歓迎、来るものは拒まず、お送りいたしますパーカッションのワークショップ高文がお届けします。よろしくお願いします。じゃあ今回やるのはパラディドルっていうやつなんですけども、はい、譜面で書くと、まあ、一般的にはこういう感じです。はい、タカ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 っていう感じなんだけれども、手順が RLRRLRLL 右左右右左右左左っていう感じで、交互ではない途中で2回叩く、ダブルが入りますというところですね。はい、こんなのをやってみよう。ドドン。私が考えましたパラディドルファンクという、一見するとね、なんじゃこりゃって感じだったんだけど、そんなに難しくないです。はい、この赤線が引いてあるところがパラディドルになってるっていう感じです。で、黒丸がベースで、赤丸がハイトーンで、白丸は、それ以外、まあ、いわゆる弱い音、ゴーストトーンというかクローズトーンというか、あまり聞こえなくても大丈夫な音っていう感じです。アクセントが黒丸赤丸っていう感じね。はい、だから最初の、1、2、3、4がパラディドルで、その後は交互打ちシングルストローク LRLRL 続いて、もう一回パラディドルを挟んで手順を元に戻します。はい、で、上半分と下半分は手順は同じ、右左の手順は同じで、最後ちょっと変わるっていう感じです。これよくねこれできたらよくねっていうやつです。右手を完全にベースをやる係として分けております。右手がベース担当で、左手が、バックビート担当っていう感じにしてますね。で、聞き手逆の人は別に逆でも構いません。この LR が反転してても構いませんので。はい、じゃあちょっと順番にやります。まず最初はパラディドルです。 R、L、R、R で、一発目だけがベース。これは簡単ですね。 1、2、3、4 R、L、R、R。で、これを打った後に L から始まる、左手から始まるシングルストロークになる。次が1、2、3、4、4がベースだね。今2個目をやってます。1、2、3、4で、その次、3個目もシングルです。まだ続きます。2打目1、2、3、4 1、2、3、4。はい、2個目にベースで、最後は左手からのパラディドル1、2、3、4。上段だけを続けてやると1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。じゃあ最初の2個やろうかな。1、2、3、4、1、2、3、4。うん。1、2、3、4、1、2、3、4。うん。じゃあ3個目までいきましょうか。うん、ドチチチカチチドンドン、ドチチチカチチドンドン。最初のパラディドルだけが特殊で、あとは交互にやってるだけです。じゃあ最後左手からのパラディドルを付け加えて、ドチチチカチチドンドン。はい、最後パラディドルだね。
これ上段と下段はやってる内容ほぼ同じです。最後ちょっとフィルっぽくしてるっていうだけで手順とか全く同じですよね。実際のそのパターンの中でやるときにはもう限りなくね触れてるぐらいで構わない。むしろこのベースとかハイトーンをしっかり鳴らしてあげることの方が圧倒的に優先度が高いから、それ以外はおまけっていうかダンドゥンダンっていうこのアクセントの音以外はチョン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 みたいな、でやると結構リズムとしてのメリハリがつくのかなと思ったりします。ゴーストノートってやつですね。そうですね、まあ、限りなくゴースト、まあいるかいないかわからないというよりかはまあいるんだけどなんていうか存在感をそんなに出さなくてもいいというか、特にリズムをやるときにはですね、うん、まあ本当におまけ程度、この動きの流れの中でさっき言ったような、まあ、パラディドルっていうのはこのアクセントを強く叩くためのこの準備動作ができるっていうのが最大の利点だと思うのね。僕はこの2打叩いてる間にこう振りかぶれるから、このバシっていうバックビートが打てたりする。はい、だからその準備動作をするためのこのアイドリングというか、あくまでおまけっていう感じで考えるといいんじゃないかと思います。はい、あ、応用パターンの例としては、例えば複数のパーカッションを使わなくても下本でも右手を側面にしてしまう。あ、ごめんなさい、ちょっと見えないんだけど今ここ叩いてます。するとこういう風に音色を分けることができる。まあ、みたいな応用例が考えられますね。これがジャンベでも構わないし、コンガでも構わないし。で、分けたらめっちゃ可能性広がるなと思いません？はい。そういうワークショップでした。以上です。ありがとうございました。